今日のスイーツは何ですか？今日はショコラグビーボール950円です、うん、ファミーユさんって売ってます、うん、あ、こうですね、まあ、結構重い。ちゃんと22メートルラインとかも再現されてますね。ちょっと不安定。溶けてきますね。あ、なんかパキッて言った。お、お、揉まれた。こんな感じですね、中は。1、2、3、4、5、6、7個入ってますね。思ってたんとちゃうかった。あのパフにココアパウダーがかかってる感じですね、うん、サクッと軽い感じで美味しいですね。割って食べるのいいかな。パリッとしてて、めっちゃあの、なんていうんですか、あの作業、パリッとさせるためにするなんていうんですか、パーテーションっていうんですか、パーテーションっていうんですか、なんかなんかありますね。ヘラを使って、はい、パタ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 、めっちゃパタパタする、パタパタとする作業がすごいできてるんかなと。そうそうです。そうそうです。そうそうです。遠方からすごい注文が入ってるらしいです。はい、ラグビーブームですね、はい、チョコラグチョコかっこいいじゃん。チョコラガーシャツ、チョコラガーシャツタブレット、トライくんの絵も入ってますね。あ、あ、普通にチョコレート。おお、何やこれ。お、お、お、綺麗に割れる。ラグビーボールよりちょっとまろやかな感じですね。多分ミルク味は効いてるのかな。